ほんで、うわーって自分から言ってはったわ。もういつもの、ね、あこの子ええねん、そういうな。ね、もろそう、もろそう。あれ、うん、ほんで私が遅いな。え、誰かメール入れてくれたんかな。さよちゃん、さよちゃんと出番一緒やって感じ。さよちゃんも私ちょうど携帯から家賃連絡入れてくれたん、あのシングル部屋の子に。お前誰も入れてないこのシングルメンバー。でも知ってるで。知ってる、さっき言っとってって言ってた。だから全員があれに言ってると思うね。全員がな。みんな立ち会ってどんな様子やろ。チョンの最中なの。4年後だと思う。でもそんなチョンさんだけ置いてはやっぱり来られへんから。でも俺もなかんのかな、頼んどいて。でもどうするっていうのは、うん、頼んどいたらええんちゃうかな。それでないと一応だからめっちゃ会えよって。一応ここ川場ちゃん座ってもらうんで、とりあえず監督副監督みんなに入れるってことは、とりあえず5ミリ5ミリはいよ、OK。川場ちゃんここ綺麗に開いた。あんちゃん誰が入れるのか。やっぱりあれ絶対あると思うわ。おじちゃんの神様に入れてもらって、よかった。あんた住所聞いて俺あれせなあかん。あ、大平ここ。監督コーチな。一応。かめへんかめへん。川場ちゃんここ。そう、あ、いいよ。フークちゃんそこでいいよ。ここ。よかった。それが簡単に。ヨリちゃん言うたのめ、ヨリちゃん飲み方かもしれない。え、ほんなら手数料だけでよかった？手数料も何もない。おじちゃんの娘さんが持ってたのに、たまたま家にトランクがあったやろ。うん。その鍵を持ってた。え、おじちゃんっていうのはそのこのやってくれてる人ってある程度のホテルの人。ホテル、あ、ホテルの人。ね、もうあなたが気持ちを嬉しさえちゃう。そうやそうや、住所聞いてちゃんとお礼したらええわ。だから今2月ね持っていってる、うん、ほんならチョンさんだけか。あ、2月置いてくるんで。オッケーオッケーオッケー。ちょっとうん、あーよかったよかった。ごちそうさまでーす。そうやほんまや。あまチョンさんのカバンも開いたこったし。よかったよかった、おめでとうおめでとう。お父さん家出てなかった。カニ持ってサプライズ。OK。 ほんならとりあえずチョンもあの揃ったんで、とりあえず皆さんあのビールで乾杯をとりあえずしますんで、温度監督一言、一言やで、はい、一言で。そうそう、明日は頑張りましょう。乾杯。はい、お疲れ。はい、お疲れ。 OK、 乾杯。お疲れ。じゃあ裏方よろしくお願いします。明日